ロイドご飯の時間ができました。はい、どうも。今回ご紹介するのはつい先日かけました池谷ラーメン2代目梅屋さんで、その前回訪問時におっとちょっと久々訪問でうまいなということを再実感しまして、ちょっとねまたもう直近もうすごい短いスパンなんですがどうしても違う一杯が食べたくて伺ってきました。今回いただいたのはこちら、はい、というわけでご覧いただきました2代目梅屋さんのつけ麺でした。めちゃくちゃ美味しかったです。あの実はねこのつけ麺の動画に関しては1個ありまして、動画の公開順番的には逆になってしまってるんですが、先日ご覧いただいた初めやさんでつけ麺ね自分いただいたのをご覧いただいた方も、いらっしゃるかと思うんですが、何を隠そうあそこの初めやさんでつけ麺を食べようっていうね決定的なプッシュになったのがここの、2代目梅屋さんで食べたつけ麺で、これめちゃくちゃうまかったんですよ。やはりあの自分どうしても家系ラーメン大好きなんで、いろんなバリエーションあるの分かっていてても、やっぱりねデフォルトのラーメンのまあ濃いめ多めだったりデフォルトだったり、やっぱスープを飲みたいなんていうのはねめちゃくちゃ強い欲求なんですが、そこを超えてつけ麺にするってねかなりハードル高いんです自分にとってはね。いろんな味変すること以上になんですけど、この梅屋さんで食べたつけ麺が本当にうまくて、そもそもがこの梅屋さんでつけ麺いただこうと思ったのも
ちょっと前に訪問した時にね、スープめちゃくちゃうまいなということで、まあ、いろんなバリエーションある中でここのつけ麺どんななのかなって興味が湧いて、この日の訪問だったんですが、でさらにそのつけ麺食べてやばいなって本当思いました。もうね、まあ、今回の動画はなるだけのこれ味のレポを少なめにして、とにかくねめちゃうまそうだなと思った方ぜひ行ってみてください。そしてこの厚木、まあ、本厚木という場所はもう家系ファンの方にとってはね、足しげく通う理由がある場所、域だと思いますんで、まあ、いろんなお店行かれる中でこの2代目の皆さん行かれて、まだ行かれたことない方はぜひ普通のラーメン食べてから、もうね普段ラーメン食べてるけどつけ麺食べたことないということはぜひぜひ食べてみてください。これ自分だけじゃないです、他に一緒にいた方ももうつけ麺めっちゃうまいですねということで、その方もね直近でまたリピートされたそうです。そういうぐらいのインパクトがあります。自分は少なくとも 100% 思いますので、ぜひ食べてみてください。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。